皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、時代に合ったツールを使うというお話をしたいと思います。教室集客のやり方っていうのは私の中で推奨するその軸っていう考え方は変わりません。ホームページを軸としてそこを見せながら集客をして、制約をしていくっていうこのルートはもう7年8年やってますけど、これは変わってないと思ってるんですよ。だけれども、時代の流れがあって、時代の流行りのツールがあり、そして時代の特徴とか流行とかがやっぱりあったりします。それをきちんと見極めてメンテナンスをかけていかないと、やはり教室も集客力がね落ちていっちゃうっていう傾向にありますね。なので私のところで例えば10年近く教室をやってる先生がそろそろ集客ができなくなってきたっていうことでご相談になる方は、口コミだけでやってきた方が多かったりします。昔はそれでも多分良かったですね。選択肢が少なかったから。でも今はSNS でいろんな情報を知ることもできるし、もちろんキーワード検索で行きたい教室を調べていくぐらいに情報量がたくさんあって、逆の弊害で言うとありすぎて選べないっていう逆の弊害はあったりするんですが、たくさんのものから選べるような事情と状態になっちゃってるんですね。だからそういう時代において時代の流れをつかんでメンテナンスをかけてないとどういうことになるかっていうと、例えば今はやっぱりスマホで皆さん見ています。スマホでおそらくサイトを見る確率が7割近くなってるのかな、6割から7割ぐらい、私のサイトで今65くらいかな、65から70弱ぐらいなんですけど、私のサイトは年齢割と上目の人をターゲットにしてるので、これもっと若い人をターゲットにしてる教室とかだともっとスマホ率高いと思うんですよね。そうするとスマホで見てサイトを訪れて教室に行くかどうかを判断するっていうことは、スマホで見やすい教室のホームページになってないとまずダメっていうことになっちゃいますよね。で昔作ったホームページ、例えばそれが10年前ぐらいの時っていうのは今みたいにスマホがそんなに普及してませんでしたから、レスポンシブデザインとかレスポンシブデザ、デバイス、要はタブレットとかスマホとかっていうので見た時のホームページを考えなくてもよかったんですよ、昔はね。だから HTML っていう言語で書けばそれでよかったんです。だけれども今はやっぱりスマホ対策がどうしても必要になってくるので、スマホで見た時にはスマホの見やすいレイアウトになる。例えば申し込みをしやすいっていうことはボタンが大きい方がいいわけですよね。そうすると申し込みはこちらっていうボタンがスマホにギュッとなった時でもボタンは大きいボタンであった方がいいっていう内容であったりとか、住所を入れる欄のところとかもPC で見て入れやすい大きさでもスマホで見てそれがちっちゃくなっちゃうとすごく入れにくいから、スマホ対応になったら当然その欄も大きい欄になって手で入れていくときに入れやすいような、そういうフォームになっているべきですよね。だから時代とともにそのツールとか内容とかお客様の選択の仕方が変わってくるので、それに合わせたメンテナンスは当然していかなくてはいけない。だからそれをしないで何もしなかったりするとそれがどんどん落ちていくっていうのはある意味当然といえば当然のところですよね。そしてツールもですね、例えばすごく昔だとミクシーからとかっていうのもねありましたけれども、ブログ集客はアメブロっていう一つの外部ツールがありますけれども、自分の自社内部のところで抱えるブログと、2つちょっと集客の仕方は違うんですが、どのみちその文字で集客をしていくっていうことはやっぱウェブログであるブログっていうのはどのみち必要ではあるんですが、この書き方とかも変わってきてます。昔の文字数では今は検索エンジンにヒットしないっていうことになっているので、3000文字とか結構ロングな内容ですね、長い形の文章の方がいいコンテンツですねということで Google さんに褒められたりします。ということは細かい記事をいっぱい上げるよりは
しっかり骨太の内容があるロングコンテンツの記事を上げていく方がいいという傾向に今あるということを知らないとですね、そういうブログ書けないので、結局いくらブログを一生懸命書いても効果が出ないということになるのは、時代の流れが変わってきていることを知らないからということです。ホームページも HTML タイプじゃなくて、ちゃんとレスポンシブデザインタイプに変えるということを知らなければそのまま放置なので、知らない間にどんどん順位が下がっていく。だからある程度ですね、その時代にとって必要な流れとトレンドを意識してメンテナンスはしていかなくてはいけない。教室の先生は教えることも多いし、生徒さんにもいろいろねしなくちゃいけない技術を教えるっていう、そのメインの仕事があるのは重々分かってはいるんですが、必要最低限のラインでの、時代のトレンドっていうのはどのみち把握して使っていかないと、まあ独立自営でご自身で会社を回してるのと一緒なので、教室っていうのはそこは情報収集に心がけてやはりやっていかないといけない部分は出てきちゃうかなっていうのが現状の若干辛いところではあるかと思います。ただそれを意識してやっていくかやっていかないかっていうのは非常に大きな違いになっていきますので、そこを心がけていただければというふうに思います。それでは。